北側エントランス、高崎中央銀座商店街は、群馬県高崎市にある商店街である。青卵服と、期間中卒業マイナスで、セットが組まれた店舗高崎駅西側に23ある商店街の一つ。中心市街地のやや北西に位置し、高崎駅からは徒歩20分ほどである。鞘屋町、中高屋町、寄合町。 新高や町にまたがる南北に長いアーケード街で、全長約430メートル。南端から直進すると、高崎中部名店街、さらにその先は、高崎南銀座商店街となる。東西方向の商店街とは、北端で恵比寿通り商店街、南端で高崎五番街、中ほどで東側に伸びる高崎銀座みゆき通り、商店街と接する。 2007年時点の組合加盟店は74店舗で、高崎中部名店街に次2番目に多い、商店街の中ほどには映画館、オリオン座がある。元は、田町にあった劇場、藤森座で、後に映画館となり、世界館、第二山と、小畜映画劇場、オリオン座と名称を変えたが2003年に閉館した。北側の裏通りには、風俗店なども見られる。 高崎フィルムコミッションに協力し、数々の映画やテレビドラマなどのロケーション撮影に使用されている。2016年公開の映画、セーラー服と、機関銃卒業マイナスでも主要な舞台として、撮影が行われ、監督の前田浩二は、高崎の街に一目惚れし、一番思い出深いのは、商店街と述べている。平成26年豪雪で損壊した、 アーケードオリオンザート高崎市は古くから商業が発展し、ショート、高崎と呼ばれてきた。中央銀座商店街共同組合が設立されたのは1951年で、1972年には全長430メートルのアーケードが建設された。2014年2月の平成26年号説では50メートルにわたりアーケードが崩落。 屋根が損傷した部分も含め110メートルが撤去された。今後は2016年度内の着工を目標として地元産木材を使用し昭和レトロの雰囲気を活かした屋台横丁への再整備が計画されている。ありがとうございます。